カズー担当、ユイ・ジョージ。あ、違うんだ。ハーモニカ担当、ユイ・ジョージ。千葉の近藤から来ました。ホイッスル担当、ユイ・ジョージ。はい、千葉の近藤から来ました。ベル担当、ユイ・ジョージ。はい、千葉のチャーズが来ました。ビブラスラップ担当ユージュ、ビブラスラップ。ジョージさん、ちょっと近づくわ。いくよ。シェイカー聞こえたら拍手でお迎えください。シェイカー担当、ユイ・ジョージ。ありがとう。ドラム担当、ユイ・ジョージ。右足を踏んだらドン、左足を踏んだらターン、ドン、ターンって感じでね、この歩くだけでリズムが鳴る仕組みとなっております。まるで散歩してるだけでね、ドラムが鳴るというね、仕組みとなっております。というわけで続いてお送りしてます曲は、隣のトトロから散歩という曲をお届けします。ワン、ツー、スリー、フォー。知ってる？ゆうと歩くの大好き、パンパンパン、どんどん向こう、坂道トンネル、ふさはばら一歩橋に、でこぼこちゃい道、くぼのすくぐって暗い、いいね、歌えるね。じゃあちょっとレベル上げようかな。じゃあいい？ちょっとテンポ上げるね。テンポ上げる。このドラムテンポ上げるにはどうしたらいいと思う？何？一歩強く歩くな。リズムを速く。そう、正解。リズムを速く歩くとテンポが上がります。というわけでテンポアップ。じゃあこれでいくよ。ワン、ツー、スリー、フォー。歩こう、歩こう、私は元気、歩くの大好き、どんどん行こう、坂道トンネル、ふさはばら一歩橋に、でこぼこじゃい道、くぼのすくぐって下り道、最後ゆっくり終わります。
から連れてきました、今日は木更津に住んでますけども、活動場所はいろんな場所でやっておりましてですね、北は北海道、南は熊本、海外ではベトナム、カンボジアとですね、お仕事をして演奏しに行ったことがあります。まずですね、実績を一つ二つ話しますとですね、芸の王様を決めるグランプリというね、芸1グランプリという名前の大会があったんですね。 M1 グランプリとかそういうね、感じの名前のやつなんですけども、私、優勝時ワンマンバンド2019年のチャンピオンでございます。イエーイ、チャンピオンなんですね。あとはですね、テレビ番組の朝の情報番組週1という番組に出たりですね、これまた朝のバラエティ番組ラビットというね、番組に10分ぐらい出させてもらったりもしておりました。イエーイ。あとですね、皆さん、ナオトインキラミさんご存知ですか？ナオトインキラミさん。ナオトインキラミさんね、たまに夏フェスとかでね、そのドラムを背負ってギター弾いて歌うというね、パフォーマンスしてるんですけども、それを教えたのは私です。イエーイ。ナオトさんもすごい上手ですから、見てくださいね。夏フェスとかでたまにやってるらしいですね。らしい。はい。あとはですね、あとなんだ、あとは今年の夏フジロック出ました。イエーイ。フジロック出ちゃってる、すごいよ。だってフジロック隣でスカパラさんやってるんだよね。もうね、僕勝手にやってるわけじゃないですよ。ちゃんと呼ばれて出てるんですけど、ちょっとテンション上がっちゃってね、スカパラさんのパラダイスハウスのオーバーが流れてきて、生でバーンって一番でっかいステージ で僕ちょっと端っこの、ところで、でも同じフジロックという2人でやってるんですけど、思わずテンション上がって勝手にやってしまいました。許可も得ずにパラダイスハウスのオーバー、やっぱねすごいから。それでは、ね、続いてお送りします曲は、こんなフジロックでお届けしたパラダイスハウスのオーバーを一人バージョンでお届けします。イエイ。オーケー、ギターカモン。前に出すとハイハットの上げ下げ、左足前、ここよ、かかとで踏むとスネア、前と後ろで歪んですね。でギターの根っこを下げるとさまざまな音が鳴ります。クラッシュマル、クローズハイハット、オープンハイハット、ジャズっぽいやつもできます。もう一個、キレのいいクラッシュモル、キレのいいクラッシュモルいきますよ。キレのいいクラッシュモルの音の出し方を説明しますと、まずギターのエコを下げてクラッシュモル鳴らします。アクセントをつけるために右足を踏んでバフドラム踏みます。でその後に左足を前に出してすぐハイハットを通します。これほぼ同時にやるとキレのいいクラッシュモルになります。いきますよ、キレのいいクラッシュモル。こんな感じですね、ドラムが楽しくなっております。そして手ではギター、口ではハーモニカ、全部でメンバー10人連れてきてます。どうぞよろしく。
ル海峡冬景色パパ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 パ。皆さんお買い物楽しんでくださいね。ありがとうございます。それではですね、なんと早いもので次で最後の曲となってしまいました。